パトラ湾の一パトラ湾の衛星写真、アハイア県から見たパトラ湾。アイトーリアの山並みが見える。パトラ湾はイオニア海の一部をなすギリシャの湾。パトライコス湾とも呼ばれる。コリンティアコス湾の入り口となるリオン海峡が東辺を隠し、その近くのリオ岬とアンティリオの間にはリオンアンティリオの橋が架けられている。パトラ湾の西の境界は、 北西や島とアラクソス岬を結ぶ線である。北は、キリシャ本土のエトリアイコールアカルナニア県。南は、ペロポネソス半島のアハヤア県となっている。全長は40から5 0トル幅は10から2 0トル面積は350から400平方キロメートルである。パトラ湾の南東に位置するパトラスが唯一の主要港である。パトラスからは、 ケファロニア島やイタリアのアンコーナ、ブリンディシにフェリーが出港している。北岸のメソロンギにも港がある。湾の南岸や東岸、北岸に複数のビーチがある。東部のリオとアンティリオを結ぶ船便は、リオンアンティリオの橋の交通を補う存在となっている。豊かな漁場でもある。歴史上、パトラ湾では1499年のゾンキオの海戦。 1500年のモドンの海戦、1571年のレパントの海戦、1772年のパトラスの海戦の4度にわたって主要な海戦が行われてきた。このうち最も規模が大きかったものはレパントの海戦であるが、レパント自体はより東方のコリンティアコス湾岸にある。パトラ湾には以下の河川が流れ込んでいる。ありがとうございます。